さあさあ、何時？何時だ？さあさあ、今はもう12時を回っております。毎度のごとくデリバリーブログといって、始めたブログではありますが、今日もまたデリバリーではございません。さあどこ行くんでしょうね。もうすっかり暖かくなってきまして肌のね露出が増えるシーズンになってきました。男の子もね女の子も薄着になってきまして、どうしても肌の露出が増えてきて、もう薄着のシーズン、薄着のシーズンといえばもちろん日焼けですよ。ですよね皆さん。昭和男の必須アイテムとしては日焼けなんですよ。なので、今日はちょっと、所用で今日お店お休みだったんですけど、所用も終わり、一応一段落しましたんで、でもう12時回っちゃってるんで、まあ、早く寝ろよっていう感じではあるんですが、人生を生き急いでる私としてはもう一発何かやりたいということでね、今12時ぐらいか、まだ過ぎてないんだね。というわけで今から日焼けサロンに行きます、まあ、日焼けサロンね、もう何年ぐらい前か、10年ぐらい前に1回ねされたんだよね。もうまあ毎度の話の20年ぐらい前ですかね。あ、もう全盛期でなんかギャル男みたいな子がいたりとかね、とりあえず日焼けをする人口がねすごい多かったんですよ昔は。でも一時期ね、黒いっていうのはあんまり良くないんじゃないかみたいな感じの風潮が男の子にもあって、で日焼けする人がどん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 減ったんですよ。で日焼けサロンもどん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 潰れまして、で、まあ、僕は昔から言ってるのはね、老舗のソーレっていうとこなんですけど、で、まあ、店の近所でいうともう中野駅ですかね、あの中野駅周辺にあるんですが、中野駅周辺だとバイクが止められないので、なかなか行きにくいわけですよ。時間もかかるしね、やっぱ焼いた後はシャワー浴びたりとかね、ちょっとくつろいじゃったりするんでお時間かかってしまうので、でもうここ2年ぐらいかな、まあ、ほとんど行ったことないんですけど、まだ3、4回目ぐらいかね、今これ走ってるのは、山手通りですかね、山手通り池袋方面に新宿、中野境あたりから、走ってるんですけど、これをまっすぐ行ったところにね、あの左側にね、もうエリアとすれば、まあ、池袋、昔僕住んでましたけど池袋のエリアになんとセルフタンニングっつってセルフの日焼けサロンがあるわけですよ。でこれいいもん見つけたってこと でなぜか、なんでいいかっていうと、まず空いてる、で安いで、確か24時間営業で、この確か24時間営業っていうことで今走ってます。24時間営業じゃなかったらまあ行き損だわね。この辺だっけ、あ、もっと向こうか、あ、もっと池袋か、これでもうちょいで目白通りか、あ、新目白通りか。ちょっと原チャリなんで左車線に変更しました。どうしても原チャリはね動力性能が低いんで、
まあしょうがないよね。でちょっと名前とか日焼けサロンの名前とかは全然覚えてはいないんですけど、まあこうやって走ると結構遠いんですけど、まあ、真っ直ぐの道をダーッと行くだけなんで、まあいいかなみたいなね。なんか下北沢とかにもセルフタンニングのお店があるっていう風になんかインターネットに載ってましたけど、なんか下北沢って聞くだけでね、まあ、おじさんビビっちゃいますんでね、池袋方面のあのガラガラの日焼けサロンに今向かっております。で、まあ、日焼けサロンね、あの皆さん行ったことある方ない方、僕の世代の人だとね、まあ、大体行ったことあると思うんですけど、まあ、昔は黒いがかっこいいみたいな風潮がありまして、で、まあ、ある程度黒くしといた方がまあいいかなみたいなとこがあって、まあ、結構な人が行ってたと思いますよ。で、まあ、焼き方にコツっていうのも特にはないんですけど、まあ、この年でもありまして、まあ、いろんなものが弱ってる世代でありますから、まあ、急激には焼かないと、まあ、これはもう日焼けのセオリーですよね。この辺だったよねってするの。なので今回は久々に焼くわけですから、下手するともう1年ぶりぐらいに焼くわけですから、あんまり強くは焼かない方がいいよね。あ、やってるやってる。あ、やっぱ24時間なんだ。俺は向こうの反対車線なんでどう曲がるかだよね。あ、これ、あ、曲がれるんだ。イエイイエイ、よっしゃ。おーおー、でも欲張りなんでね、ちょっと多めに時間を設定して焼いちゃったりするかもね。黒いがかっこいい。本当かよ。着いたよ。日焼けキング池袋店だって。あ、一番強いマシンが開いてますね。ヒサロ経験者専用だって。よいしょ。こんな感じね。よいしょ。ん？もう、あ、自動で閉まるんだ。開いてますね。これがね、一番強いマシンなんだよね。よし。お金を。30分で21分で1500円か。これ安いんだよね多分。ほんでいいのかな。よし。なんか3分後に動くみたい。あ、動いた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 。動いてる動いてる。よし。一人用の機械はこんな感じですね。まあ汚いけど、まあセルフだからしょうがないよね。さあ日焼けサロン終了でいきます。しかしまあデリバリーブログって始めたけどさ、なんで日焼けサロンとか言ってんだろうね。カレーもデリバリーも何にも関係ないよね。